はい皆さんこんにちはこんばんはココミチャンネルのショーが今日は2024年後半食料不足が日本を襲うをお送りいたしますよろしくお願いいたします2024年後半食料不足が日本を襲うまあ、エネルギー不足も襲いかかってきます 食料不足もちろん襲いかかってきます。もう始まってるんですよ。しかしね、スーパーに行くでしょなんだか見渡すと、なんか一見いっぱいいろんなものがありそうに見えてるんですよ。幻覚ですよね。幻。だってスーパーをその人たちってよーく観察していないんですよ。やけにバナナのね、数が横にぐわーっと、あれバナナって ここの一角だけだったのに、横に広がっているじゃないか。ほんとそういうのが多いんですよ。ね。で、もやしの棚が、あれこんなにもやしいっぱいあったっけぶわーっと広がっているんですよ。あ、なんか他になんかなくなっているのかなでもあんまりよく見てないんでね。オクラがなくなっているとかね。まあ、パプリカがね。なんか色の黄色、赤、いろんなのあったのに、 あれなんか赤だけになってるねとか、あその気がつかないんですよ。もう、あの、わかんない。要するになんか物が並んでれば、あ、なんかスーパーいっぱいあるじゃんとか言って、さて何にしようかななんて言ってね、もう目の前に見えてるものを、あ、これがいいねって言ってカゴに入れる安いものをね、なるべくね。だからね、気がつかないんですよ。実際問題、じわ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 食品の種類が減っているんですよ。 これはね、恐ろしいことなんですよ。そして、なんだかやけに高い。一つずつが <laughs> 高いでしょね。キャベツ1000円。ね。半分でも500円ぐらい。なんだこの値段は。ね。ブロッコリーが、このちっちゃいブロッコリーなんえこんなちっちゃいのに500円なの ?500 円。いやいやいや、それ高いとこですよ。いや、もちろん。 あなたの家の近くのスーパーのことを話してんじゃないんですよ。もしかしたらあなたの家のスーパーのラムーに行けばブロッコリーが50円で売ってるかもしれない。や、50円じゃ無理か。いやだけど、やたら安いですよね、ラムー。もう、なんだこれっていう風に。だってこの間ね、198円のお弁当見たんですよ。ラムーの。結構ちゃんとしてるんですよ。198円です、今時。 いやー、ラム行ってみたいな。行ったことないんですよ、まだ。あのね、FC2 の方でね、毎日のように管理者宛てに、あの、いろいろ書いて送って、あの、くれる方がいるんですけど、その方がね、ラムっていうスーパーがあって、そこ面白いですよっていうふうに書かれてたんですよ。で、ラム調べてみたんですけど、めっちゃくちゃ面白いですよね。<laughs> ラム すっごい安いんですよ。なんだかわかんないけどな、え、これ、なんでこんな安く売ってるのっていうぐらい。いや、今時すごいね。あれ、チェーン店なんですよね、一応ね。なんかあっちこっちに今できてるんでしょね。いやー、行ってみたいなと思いながら、まあ、近いうちちょっと行ってみようかなとは思ってるんですけど、それで、あ、そうそう、コメントありがとうございます。なんかいただいてですね、ラムーのね、 なんかの、ソフトクリーム外でなんかあるって書いてありましたね。た、たこ焼き。6個入りのたこ焼きが100円で、ソフトクリーム巻き巻きも100円なんですね。で、両方美味しいですよと。でも夢のようじゃないですか。ね、6個入りのたこ焼きとソフトクリーム両方買っても今時200円なんです。<laughs> すごくないですかえー、駄菓子だよね。駄菓子より安いんじゃないのもう。 200円。いやー、すごいね。食べてみたいな、そのたこ焼きと。ただたこ焼きがね、入ってるか入ってないか、わからないぐらい小さいって。<laughs> すごいですね。ミクロのたこ焼きですよね。いや、だけど面白すぎますよね。いや、美味しいって、あの、書かれてましたね。ま、6個入りですよ。200円。ね。200円持っていたら、たこ焼き6個入りと、 デザートにソフトクリーム巻き巻きと両方食べられるんですよ。そんな夢のような価格の今時ないでしょいやー、すごすぎますよね。面白いですよね、まあ。コストコのホットドッグも安いですよね。180円でしたっけねホットドッグと飲み物がついて180円なんですよ。あれ、コストコのね、私は大阪の会員になってるんですよ。で、何回か行ってるのも。 なんだけど、なんか混んでるんだよね。いつもそのピザとそのホットドッグのところが列をなしてるわけ。だから、ね、混んでるなぁと思って、なんか並ぶのはね、あんまりあの苦手なんですよ。だから、毎回混んでるんだよね。だから、今度ね、空いてたらホットドッグ買いたいんだけど、きついなと思ってね。 混んでるの、だって30人ぐらい並んでるんだよ。<laughs> 30人。まあ、でもすぐなのかな ?30 人ぐらい。ね、ホットドッグただ、パパって挟んで渡してくれるだけだから。ね、まあ、だけど、ちょっと、今度行ったらちょっと挑戦してみようと思ってるんですけど、美味しそうですよね。私、あの、ホットドッグはね、めっちゃくちゃ好きなんですよ。大好きなの。自分でね、ホットドッグをよく作るんですよ。いや、美味しいですよ。自分で作ったホットドッグは。 もう本当に懐かしい味ですよね。昔ね、あのー、前にね、一回お話ししたことあるんですけど、小さい時にね、あの東京に住んでいた時に、全福寺川っていう川があってね、家の近くに。そこのね、あのほとりをね、あの全福寺川の、まあ、土手みたいなところですよね、散歩コースだったんですよ。で、うちの親父とね、二人で散歩していて、 ホットドッグ屋さんが出てたんですよね。軽トラックのね、軽のバンですね。で、そこを開いて、ホットドッグを焼いて、あ、いらっしゃいーとか言いながら、100円でしたよ。本当に。あ、ラムーと同じだね、100円だもんね。たこ焼き6個とね。で、ホットドッグ100円で売っていて、まあ、うちの父親がお父さが200円で100円の2個買えるから食べるかって言って、うんって言って、 いやあ、そのホットドッグを買ってね、あの川の土手に、善福寺川のところを座って、川を見つめながら景色あの見ながらね、もうすごい大昔なんでね、もう今みたいにね、家とかあんまり建ってなかったんですよ。善福寺のとこ、田舎だったんですよ。本当の大昔は。でね、もう建物なんかなくてね、もう見晴らす限り畑、畑、畑、田んぼですよ。うわーいい景色だなと思って、で、土手のところで座ってね、 で、ワモがキラキラ太陽の光に輝いて反射してねで、そこでホットドッグを食べたら、いや、この世のものと思えないぐらい美味しかったんですよ。それからね、そのホットドッグを、まあ、うちのね、親父はもう亡くなりましたけども、でも自分であの時の味が美味しいね、思い出なんで、あの、自分で何回も何十回も作ってるんだけど、何百回かな。 まあ、そんなに美味しいホットドッグ、そこまで美味しいのはできないんですよね。あれは何だったんだろう。ねえ。あの、お店のホットドッグも美味しかったけど、何かがプラスされてたんでしょうね。昭和の時代だったりとか、うちの父親とのね、なんか、一緒にいる時間だったりとか。何か異常に美味しかったんですよ。もうね、二度と食べれないですね。その美味しいホットドッグはね。 まあまあ、でも、その味がね、ちょっと食べたいなと思って、自分で作るんだけど、なんか違うなと思いながらね、まあ美味しいんですよ。美味しいんだけど、何かが違うんですよ。でも、何かが違うということですよね。本当にね、いろんなことがだけど、起こりますよね。世の中ね。まあね、これから、 ね、あの食料がなくなっていく、これ今、種類少なくなってますけど、今、値上がりしてるじゃないですかで。値上がりどころじゃないんですよ。やっぱ本当、少なくなっているんですよで。これはね、もうギリギリの状態で今、輸入を回してるんですよね。輸入してあのいただいているその商社とか、本当にすごい努力であの持ってるんですよ、食料が。 で、いつどうなるか分かんないぐらい大変なんですよ、今。うん、だからね、今みたいな食料がね、スーパーにまだ並んでいる。まあ、白類や、少なくなったんですけど、並んでいるというのが、いつまで続くかって言ったら、おそらくもう長く続かないんですよ。間もなく、突然、おかしなことが起きます。これ、世界見回してもおかしなこと起きてるでしょあの、サウジの国の皇太子が、ね、 ドドーンってやられたんですよね。あの5月の初め、今年ですよ。ねで、危なく、この世から、あのね、あのいなくなるとこだったんですよ。そんなことも起きてるんですよ。あの、あんまり大きいニュースにはなってないですけど、あのもうヨーロッパの方ではでっかいあのニュースの扱いだったんですよ。で、あとは、そのサウジの皇太子がそんなことになって、で、今、お父さんがね、国王ですよ。危ないんですよ、今。 もう今までにない最悪の状態を今。だから今ちょっとどうなるかわかんないですよ。だからこれでもなんかおかしいですよね。だって井の国のヘリコプターで起こってね、あの亡くなられたでしょね、トップの方が。それで今度サウジの国王ですよ。うん、だからこれね、偶然にしてはちょっとね、あの、続きすぎですよね。うん、だから何かが、あの、 誰かが何かやってるんですよ、これは。いや、間違いないですよ。<laughs> これをね、あの、偶然だとかね、あなんかそういうふうになんか偶然になったんだねって、本当に思える人は、もう想像力が欠けてますよね。あの、これ、普通に想像力がある程度あったら、いやいや、始まったなと思いますよ、これは。もうやりやがったな、みたいな感じですよね。始めたなっていうことですよね。うん、これ非常に危ないことが、 今、起きている。とんでもないことが起きているということなんですよね。で、その中で、日本だけがね、エネルギーと食料を安定して、今まで通りに輸入できるわけないですよね。ありえないじゃないですか。そんなこと、あるわけないんですよ。両方とも、おそらく、突然何か起きて、ストップしてしまう。起きますよ、それは。 なこれはね、非常に恐ろしいことで、でも、そういうふうに思ってる人がめっちゃくちゃ少ないんですよ。もう本当にね、ちゃんと長期にわたって備蓄して用意してる人があまりにも少なくてびっくりするぐらいですよね。日本は。これはね、みんながおそらくそんなことをひどいことは起きないだろうと思ってるんですよ。でもそれって今までじゃないですか。今まで起きてないし、自分がね、 あの、生きてきた間は、そんなこと起きてないから、そんなことあるわけないよ、日本で。とみんな言うんですよ。いやいや,いや今まで起きてないことが、続々と今起きてるんですよ。ものすごいことはね。でも、その世界の変化っていうのを、ちゃんと読み取れない人がいっぱいいるんですよ。またそういうことを言うとね、そんなのまた陰謀論者なんだな、とか言うんですよ。いやいや。 陰謀論者とかいうレベルの問題じゃないんですよ。実際にもう起きてるんだから、とんでもないことばっかりが起き続けてますよね、ここ何年かね。だから陰謀論とかそういうレベルじゃないんですよ。本当の現実なんですよ。の、まあ、現実を受け入れられない人が多くなったんですよね。う、まあ、受け入れきれないんですよ。信じたくないんですよね。今の自分の生活が永久に続くと思いたいんですよ。 続くわけないじゃないですかね。こんななってるのに世界がね。世界今大混乱してるんですよ。大混じゃないですよ。大混乱。ね。よく聞いてくださいよ、皆さん。<laughs> 大混<根>。<laughs> 自分で言ってて面白いね。<laughs> 大混になってるんだよってね。いやいや、もう大混役者だ。<laughs> ね、あ大混役者ってもう言わないでしょ、みんな。知ってる大混役者っていうのは演技がすっごい下手な人のこと言うんですよ。大混役者っていうの。 ねえ。まあ、そのね演技もね相棒の水谷豊さんぐらいだよね。今演技が、もういいねっていう感じのね。いや、私テレビ見ないからわかんないんだけど、まあ、時々 YouTube かなんかのあの、ね、相棒の切り抜きみたいのを上げてる人がいるので、も、ま、う、あ、それちょっと見たりして、まあ、安定してますよね。水谷豊さんは素晴らしい役者さんでね、演技も素晴らしくて。 本当にあの安定してずっとね、活躍されてますけれども、ああ、そうそう思い出しましたけどね、この間ね、あのネットフリックスだったんですけど、シティハンターの実写版っていうのを見たんですよ。めちゃくちゃ面白かったですよ。いや、よくできてます。すんごく。あのね、主人公が、いやー、良かったですね。ちょっとなんていう役者さんかっ <laughs> てちょっとわかんないですけど、いや、良かったですよ。すっごく本当に。あの、気合い入ってましたね。 うん。まあ、だから、あ、若いね、あのー、人があ出てきて、あ、こんな感じでね、ちゃんと活躍してるんだと思いながら、面白かったですよ。すごい気合入ってましたね。まあ、まあ、ぜひねあの、見られると、アニメの方じゃなくてね、実写版の方ですよ。面白いですよ。うん。まあ、そういうね、まあ、大混じゃなくて大混乱してるんですけれども、まあ、今、あれですよね。だから、あの、井の国のね、トップの方が大変なことにね、まあ、なってしまったんですけれども、 あの国の、まあ、ブレーキっていうかね、止め金が外れてしまうと思うんですよ。そうすると、そうじゃなくてもイスラちゃんとやり合ってたでしょかなりの勢いで。んで、まあちょっと大人の国なんでね、イノ国はね。いや、我々が第三条おやつ大会の引き金を引いてはいけないということで、あの大統領が抑えしたんですよ。で、その大統領いなくなってしまったので、まあ何が始まるかも予想もつかないぐらいすごいことが起きますよ。本当に。 とんでもないことが。だからもちろんその内容の中の一つにホルモン街道封鎖があるんですよ。もう簡単に封鎖できますからね。もう用意してますから。今まであの最終命令が出なかっただけなんですよで。その最終命令を出す権限を持ってる人があのいなくなっちゃったんでね。だからもうこれはね、勝手に始まる可能性ありますよ。でもちろん割を食うのは日本ですよね。 アメちゃん側ですから、まあ日本の戦績も通行はさせてもらえないです。これが一番きついですよね。要するにもうエネルギーが入ってこなくなる。原油と天然ガス。この二つ。原油は80%以上。原油80%に天然ガスが20%から30%。これはね、大変な打撃を受けますよ。とんでもない。 もちろん、あの、そのエネルギーが入ってこないと同時に、世界のバランスが狂ってくるので、食料も奪い合いになるでしょ。そしたらね、今はね、オリーブオイルとかオレンジとかね、コーヒーとかカカオ、ね、チョコレートの原料のカカオとか、それらがね、高騰して品不足で日本に入ってきにくくなっている。それぐらいなんだけど、どんどんそういう今の4種類どころかね、 カカオ豆どころか、あらゆるものが手に入んなくなるんですよ。で、肥料とかも来なくなるので、当然、日本で、国内で生産する、その農家の、ね、方々が生産している農作物、これすらももう育てられない、手に入んなくなる。まあ、本当に大変な時を迎えようとしてるんですよ。でも、分かってないんでしょうね、みんなね。 だってあの、カカオの不足の話をしてね、もうチョコレートは食べれませんよってかなり前からお話ししてるんですけど、あの、ほんとトンチンカーのコメントをね、いただくんですけど、いや、いっぱい売ってますよ。どこに目つけてるんですかとか。いや、あの、目をつけてるの、どこに目をつけてるか、こっちが言いたいですよ。ほんとに。100倍返し <laughs> どこに目つけてるんですかもうね、あれがチョコレートだって言ってるんだから、ちゃんちゃらおかしいですよね。 あの、砂糖だけにしちゃってるわけ。カカオちょっとで、砂糖だらけに。砂糖まみれのチョコレートなの。だからもう、じゃりじゃりで味おかしいのはわかんないんだろうね。やっぱりね、食べてもね、または見て買わなくて、チョコレートあるじゃんとか言ってるんじゃないですかね。恐ろしいですよ、だから。だから物事を知らないっていうのはそういうレベルなんですよ。恐ろしいですよね。でもそういう方は何も備えてないんですよ。備蓄なんかね。 1>, 1週間ぐらいしかしてないんですよ。1週間で十分とか言ってる人いっぱいいるんですよ。3日で十分とか。いやいや、瞬間停電の備蓄じゃないんだから、ね1週間3日でいいわけないじゃないですか。本当にそんなの普通の食料ですよね。通常だって1週間ぐらい冷蔵庫に入ってなかったらおかしいと思うんですよね、生きてる人間が。ねあのその日暮らしでその日しか食料がないとかいう人いっぱい今いるんでしょ。 私には考えらんないですよ。一週間分は絶対ありますよ。うちは。もう、ま、間違いなくずっと一週間分ずつ入ってる。あの、買い物に行ってまた詰めるからね。二、三日に一回買い物行って詰めてるので。まあ、あの、それをじゅんぐりじゅんぐり、こう、ね、あの、使って、で、食べてっていうことで過ごしてるんですけど。その他に、二年分、缶詰とかレトルトとか、お米とかパスタとか、まあ、乾燥したものとか、 備蓄してるんですよ。だからね、本当に気合い入れて用意した方が絶対いいです。間違いなく。来ますよ。来てます、来てます。いや、もう来てるのもある。でもこれから来るのがものすごい。まだまだ来る方が多いです。これから来る方が。キャベツが1000円で驚いてるどころじゃないですよ。まあ、ほとんどのものがもう爆上がりする中で消えていくんですよ。どんどん。 恐ろしいぐらいのスピードでね。うん、だからまあもう本当にあの1945年以降初めてでしょうね。そういうことが起きるというのはね。だからほとんどの方が未経験のことが起きるんですよ。いきなり来ますよ。でもね、今まだなんかあるように見えるから見せかけなんですよ。見えるんですよ。いや、昨日食べたお菓子なんかひどかったね。あの、なんだったんだろうあれ、小枝だったかなあの、 短くなっているのと同時にね、3分で1袋に入ってるんですよ。最近そういうの多いでしょあの、クッキーみたいなものも。とにかくビニールの袋に入ってかさ増ししてるんですよ。量が異常に小さくなって減ってる。数も。だけどビニールがふわふわで、中に空気が入って、ビスケットとかも入ってるから、量が多いように見えるんですよね。でもめちゃくちゃ減ってるんですよ。で、 なんか減ってないように感じるのはおそらくね、昨日もそれ食べたんだけど、子供とね。封を開けるでしょ、あれ。一つずつ。くたびれちゃうんだよね。開けにくいし。でね、あれ、一個ずつ開けてると、なんかエネルギーをすごい使うので、それでくたびれちゃって、そんなにいっぱい食べらんないんだよね。よくできてるよね。そこまで考えて作ってるんでしょ、あれ。だから、なんか今までの同じね、 あの、一年前の量と同じ量があるような気がしちゃうの。まあ、でも痩せるからいいね。ねえ、ちょっとお太りの人はね、お太り <laughs> お太りってなんだそれ <laughs> いや、危ないな。なんかほら、なんとか用語になっちゃうといけないから気を使ってるんだけど <laughs>、まずかったね。余計なんとか用語だね。あの、お太りになってる方はいいですよね。だってエネルギーをそんなに取らなくて済むんだから、ほとんどがビニールだからね。いや、だけど驚くよね、そのシステムが。 そういうパッケージとか持ち上がってたり、ビニールがいっぱいね、かさばって、すごい勢いでビニールだらけのパックになっていたり、やたら増えましたよ、最近。ビニールの中にまたビニール、その中にビニール。すんごいですよ。過剰放送どこじゃないよね。いや、本当に、異常放送だよね。異常な包み紙。それが当たり前になってきてんだもんね。 でもそれをあまりおかしいと思わないでお菓子を食べてるんだよね。え今、ダジャレじゃないです、今。まあ偶然出たんですよ。いや、どうでもいいよ、そんなの。ね。いや、でも本当にね、ちょっと、あの、変ですよ。あの、私じゃなくてね、あの、お菓子が、お菓子が変です。食べ物がね、全般的に。あの、変な方向にもう進んでる。うん、だからね、これはね、だからね、内容量を減らしてね、値上げせずに、 金額をそのまんまにして、まあ、早い話が実質値上げにしてるんですよ。で、これはやっぱり親がね、やっぱり子供がお菓子買うね、あの家庭が多いですから、子供が高いお菓子をね、あの1箱500円とかいう値段になってしまったら、何やってんの、そんな高いお菓子、なんだと思ってんのえ買えるわけないでしょ起きなさいって言って、戻しなさいって言ってね、買ってくれない。で、子供も、シューンってなっちゃうでしょ買えないし、ね、売り上げも伸びないじゃないですか、お菓子会社。 だから今までの値段にしとけば親は、とりあえずは、これ買いたいんだけどいいあ、いいわよ。あ、ちょっと待ってあ。値段同じね。うん、いいわよってなるじゃないですか。ところが中身激減してるんですよ。まあ、そういう仕組みなんですよね。だからしょうがないんですよね。売るためにね。でも子供開けてびっくり。えビニールだらけじゃんって。<laughs> 本当に開けんのめんどくせえっていう感じですよね。まあ、だけどもうしょうがないね。こんななっちゃったらね。でもこれ元に戻るかって言ったら絶対戻んないですよ。もう。 もう戻んない。もう何年も戻んない。もうずっとビニールだけになる。もしかしたら最後にビニールだけになるかもしれない。本当に。それぐらいの勢いですよ。びっくりするぐらいちっちゃくなってる。もうキットカットとかね、何分の1になっているんだってことですよね。キットカットも3分の1ぐらいのなんか量になってるでしょあれ。恐ろしいですよね。で、入ってる枚数少なくて値段上がってるんですよ。じわじわとね。 まあ、恐ろしいことが進行中です。いろんなものに波及します。これはあの、野菜、肉、何でもかんでもですね。まああの、ソーセージだってね、まあ子供が喜ぶからソーセージ、まあ買ってあげたいなと思って、ひゃーって声が出そうな値段になってるソーセージあるでしょう、スーパーによっては。<laughs> この値段の嘘でしょっていう。あの、ソーセージじゃなんかあの、二袋がくっついて売られてるじゃないですか、売り場で。 あれこの間528円ってのありましたよ。こわ、ちょっと、え、何 ?528 円高すぎるだろうと思って。いや、隣にね、328円ぐらいの並んでたんで、ついその328円買っちゃいますよね。528円はいくらなんでもどうなのそれっていう。だってあんななくなっちゃうでしょすぐ食べたら。二袋ですよ、だって。5、6分しか入ってないでしょ一袋にね。 いや、厳しいですよね。あれって何あのまんま食べれるのあのまんま食べてる子供がいたのこの間。あの袋をね、あのなんかね、公園みたいなところであの袋持ってるわけ。で、なんだろうと思ってちょっとじっと見てたら、あの袋を開けてね、あのまんま食べてんだよね。あれって何おやつの代わりがあれ <laughs> あれ焼かなくても平気なのもう。あれは一応何火が通ってるっていう状態で売ってるのかなあれは。 ねだからなんか怖いから私はあの、一応焼くんだけど、この間そういう子いたよ公園で。あれがおやつなのかな袋を開けてあれをね、中からパクパク食べてんの。美味しいとか言って。いや、すんげえお菓子だなと思って、すんごいおやつだと。こいつんち、なんでこんなもの、ね持たせて食べさせてんだと思いながら。あれ、え、あれそのまま食べれるのかと思って、食べれるんでしょうね。 なんかいつも食べてるような感じの食べ方だったですから、うちはいつもこれ食べてるよ、みたいな顔してました。あちょっと、聞いてみようかなと思ったんだけど、なんか周りに近くの親がいるとなんか嫌じゃないな,な、な、変な人が声かけてきたみたいなね。でっかいプロレスラーみたいなやつが近づいてきて、ソーセージを奪おうとしたみたいな通報されると怖いじゃないですか。<laughs> 怖いですよね。そんなことされたらね。今、今危ないですよ。今何がね、起きるかわかんないですよ。だってこの間大阪の方で、 何か、な何あの、電話になんか入ってくるじゃないなんか、緊急の、なんかこう、通知みたいな大阪の方で、なんか通知来たんですよ。そしたらね、あの走っててね、車で。で、携帯に通知来てみたらね、なんか、小学生を見つめていた、あの、怪しい男性がいる。いや、見つめてただけで、そうか。見つめてただけで、こんな出回るのかと思って。 いや、見つめちゃいけないんだね、今ね。だから、見つめちゃいけない。だって、見つめている怪しい男性って書いてあって、30歳前後のね。ああ、見つめてるだけでこんなことが出回るのか。で、あの、登下校の、その下校の時間だったから、下校を気をつけて、あの、帰るようにみたいに書いてあるんですよ。ああ、そうなんだと思って。ねということは、下校時間の子供を見つめちゃいけないんですよね。 見つめると大変なことになっちゃう。だから、ソーセージ食っている子供が、なんでこんなもん食べてんだと思って見つめちゃったから、危なかったね。いや、に。だから、それはニュースになっちゃうんでしょだって、ソーセージを食べているね。あの子供、公園でソーセージを食べていたら、変な男性が見つめていたとかになるんでしょ怖い。今怖いね。よく考えたら。怖すぎるよね。いやー、いろんなことが起きますけれどもね。まあ、もう、 ソーセージを食べてる子供を見つめるどこじゃないですよ。世界的に大混乱が、まもなくね、とんでもないことが起きますよ。こ冗談でもなんでもなくて、まあ。そういう情報入ってきています。おそらく、6月に入るか入んないか、まあ、少なくとも6月の初旬にはもう起きてると思うんですけども、まあ、5月の下旬から6月の10日ぐらいまでに、恐ろしいようなことが起きる可能性があります。 まあ、もう準備するしかないですね。だからね。ちょっと混乱するでしょう、世界は。うん、だからもう本当にね、ここにちゃんと何が起きてもいいように準備しておかないといけないですね。まあ、着々とちゃんと準備して、とんでもない、とんでもない大変なことが起きようがなんだろうが、うちは大丈夫っていうふうに、完璧な用意を目指してね、やっておかないといけないということですね。まあ、皆さん、気持ちも大事ですよ。 気持ちを弱くしてはいけません。気持ちは強くですよ。でも心はね、硬いとダメなの。だって柔軟性がなくなるじゃないですか。自分は俺は俺は私は私はってなっちゃいますからね。そうじゃなくて、バランスを考えて柔らかくね、心は柔らかく、気持ちは強く、前へ前へ進んでいきましょう。応援してますからね、皆さんね。頑張っていきましょうね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。 チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。